1月17日のけりめす、す、すじゃない、すはついてるけども、けりひめクエスト。何こんなゲームがあったのか。ログインボーナス、わースロットだ、回そう回そう。音楽まんまなんだよな。チケットを使用して、はい、お金。おかしいな、昔やってたはずなのにデータがすっかり飛んでるぞ。お、古き良きケリ姫の、これが最初のケリ姫よ。昔から男を求めて旅してることには変わりないと。ケリ姫パパママいたんだ。で、ジョニーの顔はそのまま。ジョニーか、これは主人公キャラの方か。ジョニーは顔がない方、顔がない方というか仮面をかぶっちゃってる方だな。すごくケリ姫です。爆弾とかある。昔はね、こういう感じ、なんていうの、アングリーバードのパクリっぽい感じだったんだよな。まあこうやってね、引っ張って、飛ばして、なんか破壊したり敵倒したりっていうのは、だいたいね、最初はアングリーバードのパクパクオマージュから始まったもんですよ。あれ、え、パーパラパーパパパパーみたいなのが流れない。悲しい、こんな悲しいゲームだったの。経験値玉、あ、レベルが上がった。何そのドッキリが成功した時の音じゃないか、てってれーんって。装備のマスター、基本的なところは変わっていないんだが、うんうん。あ、もういいや。もうスロットとかいいっす。もう十分堪能したケリ姫クエスト。まだチュートリアルしなくちゃいけないんすか。もうだいぶやったからいいっすよ、投稿しません。嫌です、嫌です。で、スロット回してみるか。オプション触っちゃった。で、右下のスロット、お、プレチケ1枚で何回そうかな。これ槍系、弓系、剣、いろいろ増えたのかな、昔から比べて。てかこの、うわ、くっそ、スワイプだとね、ここに真ん中に止まらないっていうクソ仕様です。この矢印キーでいかないと。これなんだ、これはフレンドスロットのやつか。じゃあこれなんだ、これは、これもプレチケのやつか。プレチケのなんか回したいんだけどな。じゃあググイッとこっちに行きまして、プレチケを使って、剣が一つ手に入りまして、終わりです。これでタイトル画面戻りたいんですけど、どこでやればいいんだ。利用規約、遊び方、いやーいいんですけど、まあ、なんでケリ姫クエストの方をやってるかっていうと、ケリ姫終わるってよと思ったらこっちだけなんだよな。まあスイーツもそろそろ終わんじゃねえのって感じですけども、みんな言ってるよな。みんなってほどユーザーいないんだけど。クレジット、なんかお知らせのコーナーとかないのかい。あ、これがもうエンドロールですね。ということでケリ姫クエストの方を供養しましたと。1月30日だっけかな、まあ、むしろ
こっちのケリ姫ってまだあったんだって思った人が大多数だろうな。おい、なんだこれは。ふう、戻ったぜ。でね、こっちのケリ姫はステージを買うのに、次のステージを買うのに課金が必要っていう系で、それが嫌でペンってやめたんだけども、しばらくしてからケリ姫スイーツってのが出てて、そっちをやって今に至るとです。まあもうやることはないね。ということで、ケリ姫クエスト今までありがとう。何年前、つまり4年以上前にチラッと触ったって程度か。まあもうやることはないと思うんで、この後アンインストールすることになるが、みんなはぜひ最後まで楽しんでくれ。あと数日の命だからな。こっちはスイーツの方ももしかしたらと不安も拭えないな。てな感じで、明日はスイーツやります。